この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。パパ、お仕事か。行くか、釣り。本当？あれ、竿は？任せなさい。みんなの釣りを大応援。釣りが大好き。フィッシングユー。餌忘れた。バケットマウス。座れるタックルボックスに持ち運びに便利な快適サイズが登場。多彩なオプションパーツであなたの釣りがもっと快適に。メイホー。今回訪れたのは鳥羽市伊地家の利休丸さん。抜群の美味しさで深海釣りでも人気のターゲット、アコウダイを狙いにやってきました。今回は深海釣りといえばおなじみの田中俊也さんに釣り方や道具について詳しく解説しながらアコウダイを狙っていただきますよ。引っ越させとかなな、箱の中入れっぱなしやろ。だからケーブルだけちょっと、10本針通常ですけども、ちょっと2本プラスして12本針でやってみてます。で、餌とともにね、この日光火星のイカタンビックと、あとはスーパータコベイト、これケイムラの、部分的にグローナ入ってるやつ、これをストッパーがあるんで、ストッパーで止めて、針がちょうど針の足先が針のちょうど付け根ぐらい、地元ぐらいに来るようにセットします。もうひらひら感ですね。それで魚を誘う、そのためにこういったのを使ってます。仕掛けなんですが、幹糸はナイロン系の35号、ハリスはフロロ系の16号を使ってます。針は結ばりの細地、この赤潮の22号を使ってます。で、重りは500号使いますんで、こういったイカタンなどをつけるものという形になります。つけることによって旨味成分がアップするんで、やっぱり油分とか匂いが出て、それが一種の魚に対してのアピールになりますんで、そういったちょっとしたね、一工夫、もうこれもね、釣果につながってきます。入れるよ。540まで来てんで、ええとこやな。当たった。今当たった。カカカカッってやろ。ザクヤン伸ばしてもええか。ザクヤン480で当たったわ。ああ、ライン見えた。アコやないわ、浮いてこ。浮いてくれ。あ、どんこや。こらあかん。うわ、うわ、途中か。250ぐらいから急に引き出したんや。チコだね。チコや。チコや。これ、嫌いなやつ、どんこ。ビンチョウがキハダカや。ビンチョウ、ビンチョウ。こいつが食ういうことは、そこしよう、流れてない。これうまいねんで、味噌汁にしたら。やっぱりこういった深海釣りの底物をする場合の一番大事なポイントとしてね、底取りっていうのがあります。で、今一旦着底したんで、約ね 15m ぐらい上げて3分ぐらい待ちます。これなぜかというと、深い水深を落としてるんで、
ライン自身が絶対まっすぐに落ちない、こういう形とかなって落ちてます。ですからその15メーターから20メーター上げといて3、4分待つっていうのは、こうなったラインの付けを取るためです。それが徐々に寄ってきてまっすぐになってくるんで、そしたらまた再度そこを取り直します。深いとこから浅いとこに向かって流していくので、だん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 重りがそこについてきます。そこについてくるともう3メーターから5メーター上げて当たりを待つ、それの繰り返しで釣ります。餌を動かして誘いかける場合はもうラインを一気に10メーターから15メーター巻いて再度落としてそこを取り直す、それで餌を動かして誘いをかける。深海釣りの場合そういった誘い方が主流になります。またどんどんと仕事なくだけでも魚おる。ですね、この電動リール使う場合にですね、確かに船にも電源はあるんですけども、やはりこう一斉に電動リール使ってしまうとやっぱり電圧が落ちたりで、マック速度が遅くなったりとか、その力が弱くなったりとか、電動リールの、ね、性能をフルに、ね、使うことができない場合があります。今はもうリチウムで軽くて充電容量の多いバッテリーも出てますんで、そういったバッテリーの方をご使用されるのをお勧めします。精進やないとあかん言うてんのに。スタートール、えきめやラインをその金目、おいしいお魚金目鯛が上がりましたよ。山野さんが本命をキャッチされています。狙い通りのアコウダイをキャッチ。また金目や。続けて金目鯛ですね。追い浮いた。金目かな。お巻いてみようか、昨夜。当たってた割にはさ、お軽いわ。目抜けね、これは悪行じゃない。ずらずらと上がってきましたよ。昨夜やっぱ浅いとこか、うん、なあ色気サイズやな、うん、これめっちゃ重たいでこれ、うん、肩ぞろいですね。510で当たったで、ね、ほんまこれで食ってなかったら違うわ、うん、ちょっとだけテンションかかっとんな。順調に追加されていますよ。ほらタコペイト、しっかり
海釣りといえばね、なんか気難しい難しいね釣りと思われがちですけども、まあ見ての通り、まあ意外とね初心者の方にも十分挑戦できる釣りですし、そんなに難しい釣りじゃないんで、そこ取りさえしっかり取れればもうアコウダイとか巡り合うチャンスもありますし、まあこういった深海釣り一度挑戦してみてください。アコウダイやキンメダイをはじめいろんな美味しいお魚が狙える深海釣り、ぜひ一度チャレンジしてみてくださいね。フィッシングユー四日市店から、四日市から角のサーフでマゴチ58センチまでを3匹の超過、ただいま U カード会員様限定のポイント5倍10倍セール開催中。期間中はほとんどの商品がポイント5倍、指定アイテムならなんと10倍加算です。ポイントがどんどん貯まるビッグセール、ポイント5倍10倍セールは7月12日日曜日まで。紀伊長島網元釣り堀センター聖徳丸から山本さん、カンパチ、ヒラマサをダブルゲット。後藤さんグループ、マダイをはじめ青物やイシダイをキャッチ。お客様に安全安心にお越しいただけるよう最善の方法でご案内させていただいています。詳しくはホームページにてご確認くださいね。紀北町レンタルボート N テックマリンから、秋月さんグループ、マダイ、アマダイや大門旗などもキャッチ。中瀬さんグループ、マダイ、アマダイをはじめ魚種豊富な超過です。坂井さんグループ、こちらもマダイ、アマダイやヒラメなども釣られていますよ。魚種豊富に釣れています。千賀フィッシングパークトリトンから、古川さんグループ、マダイをはじめ天然ワラサもキャッチ。梅村さんほか、マダイやイサキなどお二人で楽しまれました。伊藤さん、イカダでクロダイ45センチまでを14枚と2桁超過です。イカダ釣り堀バーベキューとファミリーで楽しむにもぴったりです。月間プレゼント釣り券よりミチ糸とハリスのセットを3名の方に、フィッシングユーよりイカダテトラセットを1名の方に、明豊企画工業より弾丸システムボックス VS7080 を1名の方に、エムテックマリンよりレンタルボート1日無料券を1名の方に、ご希望の商品とご意見感想を添えてお寄せください。バケットマウス、座れるタックルボックスに持ち運びに便利な快適サイズが登場。多彩なオプションパーツであなたの釣りがもっと快適に。メイホー、続きはお預けね、あなたへグッバイ、あと5分。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。